なんで LINE 返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？ご、ちゃんは可愛いねなど褒めるメール。可愛いと褒めるだけでも勇気がいるんだよ。10代男性のように勇気を振り絞って女性を褒める男性もいるようです。シャイな男性が褒めてくれた時には目いっぱいのありがとう。手返してあげましょう。6、実はちゃんが夢に出てきたなど夢に登場したというメール。夢に出てくるほど思っているってこと、20代男性のように思いが強すぎて夢に出てきたことをメールする男性もいるようです。どんな場面でなどと聞いて話を引き出せば本心を打ち明けてくれるかもしれません。7、特に用事はないけど気になったからなどきっかけを作ろうとするメール。好きだからとにかく連絡を取りたい、10代男性のように気になったからという理由だけでメールをする男性もいます。私のことを思い出してくれたんだなど男心をくすぐる返信で答えてあげればその後のやりとりも盛り上がるでしょう。8、仕事頑張ってるねなどいつも気にしていることをアピールするメール。いつも見てますってこと、20代男性のようにいつも気にしていることをアピールする男性もいます。私のこと見せてくれたんだなど男性の気持ちに踏み込むメールを送れば告白してもらえるかもしれません。9、ちゃんが彼女だったらなあなどさらっと願望を込めたメール。さらっと送ればダメでもダメージが少ないので、20代男性のように振られるのが怖くてわざと軽く告げしろっぽいメールを送る男性もいます。私もくんが彼氏だったらなあと返信するなど告白しやすい雰囲気を作ってあげるといいでしょう。